デルタホースは第一特殊部隊デルタ作戦文献隊の通称であり、主に対テロ作戦を遂行するアメリカ陸軍の特殊部隊である。デルタホース自体は通称だが、それをさらに省略し、デルタと呼称することもある。なお、第一特殊作戦部隊デルタ文献隊と訳される場合もある。私服姿のデルタ隊員1977年11月19日に、 イギリス陸軍の特殊部隊 SAS をモデルに作られた。アメリカ陸軍には以前よりグリーンベレーが存在したが SAS で訓練を受けたアメリカ陸軍のチャールズ・アルビンベック・ウィズ大佐が国防総省に大テロ部隊の必要性を提唱したのが創設のきっかけである。通常は4人1組で行動する。近接戦闘等のほか現地の語学に精通するなど頭脳面でも高い。 水準が要求される。演習時には他部隊の一般の兵士に容易に作戦内容を知られぬようにドイツ語やフランス語を使って作戦会議を行うなど隊員の語学水準は非常に高い。任務の中では民間人に偽装する必要もあるため、頭発は他の部隊に比べて自由度が高い。また、服装も任務の性質によっては必ずしも軍服を着るとは限らないようで、 民間軍事会社の警備要員のように私服に近い、服装に武装して任務に当たる写真が数点ある。デルタフォースの部隊名については、一部に、ベックウィズ大佐が、ベトナム戦争中に指揮していた、プロジェクトデルタに由来するとされることがあるが、これは誤解である。部隊名の由来について、創設者であり初代司令官だった、ベックウィズ大佐の回顧録をはじめ、 いくつかの書籍には次のように記されている。第一特殊部隊作戦文隊イコールデルタと予防ではありませんか。我々の A 文献隊は大尉が指揮をとり、B 文献隊は小佐が、C 文献隊は中佐が指揮官です。ですから D 文献隊は大佐が指揮官となってはどうでしょう。チャールズ・ベック・ウィズ、チャールズ・ベック・ウィズタ。 タイテロ特殊部隊を作った男 ABC 出版1987年136から137ページ ISBN 978から49億38万7379デルタの名称はグリーンベレーの通常の用語から取られたものだったグリーンベレーではタイに引き入られる6つのアルファ文献体が少佐に引き入られる 中隊規模のブラボー文献隊を構成するチャーリー文献隊は中佐が指揮する大隊規模の部隊である第一特殊部隊作戦文献隊は大佐に引きられ通常の特殊部隊とは違いイギリスの SAS の中隊小隊編成をお手本にして部隊が編成されているためデルタ文献隊という独自の名称が与えられたのであるテリー・グリスルドテリー・グリスルド 最強のタイテロ部隊、ザ・デルタフォース並木処防、1994年36ページ、ISBN 978から48億9063万530以上のことから、デルタフォースの名称は、小隊相当の A、中隊相当の B、大隊相当の C の核分検体がすでにあったためで、ある。なお、グリスウルドの言が事実なら、 D 分検体の隊員構成はどのレベルにも相当しない特殊な編成になっていたことになる。ノースカロライナ州フォートブラックの陸軍特殊作戦軍団基地の一角に本部が存在し、部隊の訓練は厳重な秘密の壁に守られている。施設には世界の最先端を行くとされる射撃場、水泳プール、潜水プールがあり、地下鉄や旅客機など、 あらゆる種類のテロを想定し、作られた模擬訓練施設が存在するとされる。市街地での吸収や人質訓練には、恐怖の館が使用される。恐怖の館は、デルタホースの訓練施設である。この施設は、各種テロ状況を実演できる一連の部屋のことで、人質救出や CQB の訓練に使用される。または、ここで、奇襲攻撃戦術を学び、 敵と味方、人質の区別を即座に行えるようにする。この恐怖の館は、SAS の訓練施設である、キリングハウスを手本に作られたものである。デルタホースの選抜訓練は、年2回、3月と9月に行われる。基本的な入隊資格は、以下の通りである。加えて、志願者が士官か可士官かで、追加条件が変化する。 主官の場合か主官の場合以上の条件を満たしたものは1ヶ月間の評価選抜過程、続いて6ヶ月間の OTC へと進む。また、入隊後も最低18ヶ月間は OJT の立場での勤務となる。3個の作戦中隊、支援中隊、通信中隊、飛行招隊からなり、隊の最小隊員は4名である。う隊。 臭い兄弟が立てこもる建物への攻撃を行う第101空挺師団と特殊部隊隊員モガディシュの戦闘も参照。映画ブラックホークダウンのモデルとなった元デルタホース隊員が CBS ドキュメントに出演した時の証言によるとビンラディンをギリギリまで追い詰めたが実際には殺害許可が得られなかったため作戦が中止されたアメリカ陸軍第一特殊部隊デルタ作戦。 文献隊は、米国内で自国のテロ対策の甘さや不備を指摘する声が多かったため、1977年11月19日に創設された。同部隊は、以前から陸軍全体から集めた精鋭による部隊の必要性を訴えていた。チャールズ・アルビン・ベック・ウィズ大佐によって編成された。当時すでに陸軍にはグリーンベレー、海軍にはシールズといった。 特殊部隊が存在しており、米国政府や軍上総部は、新たな特殊部隊の創設には、消極的な姿勢を見せていた。しかし、同年に、ソマリアのモガディッシュで起きた、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件における、ドイツの警察系特殊部隊、GSG-9 の活躍に衝撃を受けた政府は、1960年代前半に、 英陸軍の SAS に1年間交換勤務した、経験を持つベックウィズ大佐に、タイテロ専門特殊部隊の編成を命じたのである。ベックウィズ大佐は SAS での勤務経験を活かし、SAS を手本とし、デルタホースを創設した。実際にデルタと SAS を比べると、組織構成から、部隊の性質、訓練プログラムに至るまで告示している。年月、 イランで発生したイランアメリカ大使館人質事件においてデルタホースが実行した作戦イーグルクロー作戦が失敗し今まで秘匿が貫かれてきたデルタホースの存在が明るみに出ることになったその後この失敗を教訓とし軍上総部は改めて強靭な組織づくりを進めた1981年 JSAC そして1987年に US ソカームを設立した。このソカームには、陸軍、海軍、空軍及び海兵隊の各特殊部隊を統括するに至る。結果、デルタフォースもソカームの指揮下に置かれ、その一方、国防総省直轄の組織として機能するようになる。第7特殊部隊グループの隊位だった1962年から1963年の間、A、第 22SAS 連隊へ、 交換商工として派遣されたことが契機となり、デルタフォース創設を決意するに至る。オペレーションイーグルクロー失敗後は、特殊作戦部隊の統合運用の徹底を訴えて、JSAC 創設に尽力し、1981年に退役。同時に、テロ対策のコンサルタント事業を行う SAS オブ、テキサス社を設立し、社長に就任。1984年には、 ホワイトハウス時期時期の要請で、ロサンゼルスオリンピック大会における警備計画の全面的点検を担当した。1994年6月13日、心不全のため没。生前、自身の回顧録である、大テロ特殊部隊を作った男、米軍デルタホースヒ話を出版している。1947年、16歳で陸軍へ、志願入隊。 朝鮮戦争従軍時には20歳で総長へ、昇進し、米陸軍史上最年少の総長となった。1961年から1962年の間、第7特殊部隊グループの歌手官として、初めて A、第 22SAS 連隊へ派遣。帰国後は、第8特殊部隊グループや、第5特殊部隊グループで勤務し、ベトナム戦争では、幕ソックに所属して北、きた。 ベトナム及び、ラオスへの24回以上にも及ぶ、国平協作戦に従事した。また、1970年に行われた、損耐捕虜収容初期収作戦では、地上教習チームを指揮した。1977年に退役するが、民間アドバイザーとして、デルタホース創設を支援、中南米における、DEA の麻薬撲滅作戦の支援、オペレーションイーグルクローにおける、 情報収集チームの一員として、イランへ潜入、など、現役引退後も常に特殊作戦の最前線に立ち続けた。1995年7月29日、白血病のため没、当時のビル・クリントン大統領から大統領自由勲章を死後授与された。現在、ノースカロライナ州フォートブラック基地には、彼の銅像が立っている。 デルタフォース創設メンバーの一人として、1979年から1985年の間、B 戦闘中隊第一小隊 C チームに所属。その間、オペレーションイーグル・クロー、レバノンにおける米国務省要員の身辺警護と、テロリスト狙撃任務、オペレーションアージェント・フューリー、ホンジュラスにおける共産ゲリラ相当作戦など幾多の実戦を経験。デルタースを離れた後、 第193不評旅団の旅団付き、最先人上級総長として、オペレーションジャストコーズに参加し、1990年に退役。退役後は、フリーランスの特殊作戦コンサルタントとして活動し、中南米における誘拐事件の人質交渉、アルジェリアにおける対テロ作戦の支援などのほか、1994年には、ハイジへ戻るジャンベルトラン・アリスティド大統領の、 警護隊長を務めた。自身の回顧録である、デルタフォース極秘任務創設メンバーが語る、非公式部隊の全貌を出版している。デルタフォース A 戦闘中隊の初代中隊長を務め、その後は選抜訓練 &OTC 責任証拠に就任。オペレーションイーグルクロー及びオペレーションアージェント、フューリーに参加。デルタフォース副司令官の職を最後に1986年に退役。 デルタフォース創設メンバーの一人であり、部隊創設にあたって、最初に、ベキス大佐自らが選抜した、下士官の一人、デルタフォースでは主に選抜担当上級下士官を務めた、空挺不評として、朝鮮戦争に従軍し、その後、グリーンベレーに入隊、水泳が得意であったため海軍のユットマイナス12へ、派遣されて、訓練を受け、特殊部隊水中作戦学校を設立した。 ベキスが、少佐として、ベトナム戦争で、B、B-52 プロジェクトデルタの指揮を取っていた、頃からの付き合いで、46歳という、デルタホース史上最年長で、選抜過程をクリアした人物である。1982年に退役した後も、民間の保安担当官として、デルタホースに勤務し続け、ガンで没し,している。生前、戦友たちと共に、 ジョークで、デルタフォース本部施設へのパラシュート効果を観光した。シュマテ総長は独特の口ひげを生やしていたことでも、有名で、デルタフォース本部の廊下には額縁に入った彼の、口ひげが飾られている。なお、息子であるアラン・ジェイ・シュマテは、現役の陸軍将校で、第82空挺師団、グリーンベレー、デルタフォースなどで勤務している。ファミリーネームが示す通り日系人である。 デルタフォース創設メンバーの一人であり、舞台創設にあたって、最初に、ベキス大佐自らが選抜した、歌詞館の一人、デルタフォース入隊時は総長だったが、ベキス大佐の推薦により一足飛びに、大への昇進を果たし、情報商候補佐に就任した、柔道や、相気道など様々な武道の達人である、デルタフォース創設メンバーの一人であり、舞台創設にあたって、最初に、 ベキス大佐自らが選抜した将校の一人、デルタフォースでは主に情報将校を務め、他に、イサ部隊や DIA での勤務経験もある。1994年から2003年の間、ソマリアにおける国連の保安担当主任顧問と人質交渉担当主任を務めた。1980年から1983年の間、デルタフォース副司令官を務めた。その他、 第10特殊部隊グループ司令官や湾岸戦争時にはソックセント司令官を務め、大の特殊部隊嫌いとして有名だったノーマン・シュワルツコフ陸軍大将に湾岸戦争の影の功労者であり、偉大な武人と言わしめた。1991年に退役、高校卒業後に陸軍入隊、グリーンベレーに所属する。その後予備役となり、大学で、 機械工学を専攻しながら1911専門のガンスミスとして有名なスティーブ・ナストフに支持する大学卒業後に陸軍に戻りデルタホースに入隊する1989年パナマ進行時の CIA 工作員救出作戦に参加2004年の退役後はガンスミスに転身し1911のカスタムだけでなく HK416 や HK45 の設計にアドバイザーとして携わっている陸軍入隊後第2レンジャー大隊にスナイパーとして4年半所属しその後史上最年少でデルタフォースに入隊する2005年サドルシティにて井戸攻撃を受けて右腕に欠損寸前の負傷を負い除隊合計数ヶ月間の入院生活と30以上の下下手術4年間のリハビリを余儀なくされる 現在は、左手での射撃術を体得し、コンバットインストラクターとして活躍。また、ゴーク社のニュース枠で手記を発表している。1993年10月3日、デルタフォース C 戦闘中隊の一員として、オペレーションゴシックサーペントに参加し、撃墜されたヘリコプター搭乗員救助のための戦闘で戦死。1994年5月23日、 同じく戦死したランドル・ディー・シュガーと一等軍曹と共に当時のビル・クリントン大統領から名誉勲章を死後授与された。彼らはベトナム戦争以来初の名誉勲章受賞者となった。デルタフォース入隊前は第10特殊部隊グループに所属しており、現在第10特殊部隊グループ第3大隊の本部施設には彼の名が冠されている。また、海軍の車両貨物輸送艦にも、 彼の名が冠されている。1993年10月3日、デルタフォース C 戦闘中隊の一員として、オペレーションゴシックサーペントに参加し、撃墜されたヘリコプター搭乗員救助のための戦闘で戦死。1994年5月23日、同じく戦死したゲイリー・アイ・ゴードン総長と共に、当時のビル・クリントン大統領から名誉勲章を死後授与された。 彼らは、ベトナム戦争以来初の名誉勲章受賞者となった。現在、海軍の車両貨物輸送艦に彼の名が冠されている。1993年10月3日から4日、デルタフォース C 戦闘中隊の一員として、オペレーションゴシックサーペントに参加し、タスクフォースレンジャーの教習チームリーダーを務めた。その後も引き続きデルタフォースで勤務し、2001年9月11日の、 アメリカ同時多発テロ事件後は、アフガニスタン侵攻にも参加している。1993年10月3日から4日、デルタフォース C 戦闘中隊の一員として、オペレーションゴシックサーペントに参加し、タスクフォースレンジャーの教習チームメンバーを務めた。2001年9月11日の同時多発テロ後は、フィリピンにて、第一特殊部隊グループと共に、テロ組織、 アブサヤフ総統作戦に参加している。1985年から1989年の間、デルタフォース司令官を務める。オペレーションゴシックサーペントでは、j サック司令官として、タスクフォースレンジャーを指揮した。その後、JFK 特殊戦センター司令官を務め、1996年に退役。単なる偶然か、彼の退役日はかつて、 ソマリアで抗戦した武装民兵組織の指導者、モハメド・ファラ・アイディド将軍が戦死した日の翌日であった。デルタフォース創設メンバーの一人で、1992年から1994年の間、デルタフォース司令官を務め、オペレーションゴシック・サーペントにも参加。その後、CIA へ出向して、特殊活動部の副部長を務め、軍復帰後は、特殊部隊コマンド司令官。 JFK 特殊戦センター司令官、国防総省の情報戦闘支援担当国防次官代理などを歴任し、2007年に退役。敬験なクリスチャンとしても有名で、まだ現役の陸軍将官だった頃、2001年から始まった一連のタイテロ戦争を、キリスト教とイスラム教による宗教戦争だとみなす趣旨の発言をし、一時物議を醸した。また、 アブグレーブ刑務所における捕虜虐待事件など、タイテロ戦争における、米側不祥事にも関与した疑いが持たれている。1998年から2000年の間、デルタホース司令官を務める。1993年10月3日から4日、デルタホースの C 戦闘中隊長として、オペレーションゴシックサーペントに参加し、タスクホースレンジャーの地上任務指揮官を務めた。その後、 ソックセント司令官、ナト o 軍緊急展開タスクフォース司令官、US アスク副司令官などを歴任し、2008年に退役、1993年10月3日から4日、デルタフォース C 戦闘中隊の小隊長として、オペレーションゴシックサーペントに参加し、タスクフォースレンジャーのデルタ地上部隊指機関を務めた。2009年現在は、統合参謀本部の特殊作戦 タイテロ担当副部長に在任中、オペレーションゴシックサーペントでは、タスクフォースレンジャーの統合作戦センター司令官を務めた。その後、国防総省の特殊作戦小規模、紛争担当国防長官ホーフィスで、タイテロ特別計画部長を務め、1999年に、退役、映画、ブラックホークダウンのテクニカルアドバイザーも務めている。退役後は、 CIA の契約工作員として活動し、1992年12月22日、ソマリアでの秘密作戦中に戦死した。彼は、オペレーションゴシックサーペント以前に、ソマリアで最初に命を落とした、アメリカ人である、デルタフォース創設メンバーの一人で、1989年から1992年の間、デルタフォース司令官を務めた。その後、 J.E.SAC 司令官、U.S.ASC 司令官、u s ソカームの5代目司令官などを歴任して2000年に退役するも2003年、当時のドナルド・ラムズフェルド国防長官の要請で一時、現役復帰し2007年まで35代目アメリカ陸軍参謀総長を務めた後、完全に退役した1977年から1979年の間、 陸軍作戦計画担当参謀次長として、陸軍内で、己の持ちうるありと、あらゆる権力、政治力を駆使して、ベキス大佐を支援した。マイヤー大将は、特殊作戦に従事した経験こそ全くなかったが、非常に先見の民のある人物であり、今後、アメリカの国益のためにデルタホースのような部隊が、必要だと直感していた。1983年に退役。 デルタフォース創設を支持した中心人物の一人で、1983年から1985年の間、u s 1 0 0 0の初代司令官を務めた。1977年当時、ジョン・カイ・ケネディ軍事援助センター司令官を務め、ベキス大佐のデルタフォース創設プロジェクトを支援した。キングストン大将は、特殊作戦経験豊富な人物で、朝鮮戦争で、 ゲリラ戦に従事したのをはじめ、レンジャー家庭の教官、マクブソックの作戦将校、第三特殊部隊グループ司令官などを歴任している。1985年に退役、US ソカーム創設時、初代司令官候補に名前が挙がったが、すでに陸軍を退役済みであったため、当時の現役対象クラスで経歴の一部に特殊。 部隊勤務があるジェームズ・ジェイリン・ジー・リック軍大将が選ばれた。2007年2月28日、没、デルタフォース創設を支持した人物の一人で、1977年当時、トレイドックの初代司令官として、ベキス大佐のデルタフォース創設プロジェクトを支援した。デプウィー大将自身も特殊作戦の経験があり、1950年代、初頭に CIA へ出向して、 中国での秘密作戦に従事したのを、はじめ、1962年から1963年の間に、陸軍の特殊戦部長を、1967年から1969年の間には、統合参謀本部議長の作作を務めている。1977年に退役、1992年9月9日、没、デルタフォース創設を支持した人物の一人で、 1987年から1990年の間、US ソカームの初代司令官を務めた。1977年当時、第18空挺軍団の参謀長として、創設間近のデルタホースの司令部となる建物を探していたベキス大佐のために、ホートブラッグ基地内の映像の使用を心よく許可した。今、映像には数人の懲罰兵が入っているが、そいつらを、 町の刑務所へ移してしまうのはどうだろう。君の提案の方がよほど有効的だと思うからね。大佐、君の勝ちだ。この言葉を聞いた、ベキス大佐は大変感謝すると同時に、しかしこの将軍はもう二度と昇進できないだろうな、得やんだが、結果的にそれは起由だったようである。1990年に退役、デルタフォース創設を支持した人物の一人、 アメリカの特殊作戦会及び情報会における有名人であり、第二次世界大戦中にオースの長江やメリル、エス・マー・ウーダースの通称で有名な第5307臨時混成部隊の情報偵察省隊長などを務め、戦後はロシア語訓練を受けて軍から CIA へ出向し、国防総省や国務省のロシア語翻訳官を偽装身分として、 ソ連や東欧で、諜報活動に従事、軍に復帰後は創設されたばかりの第10特殊部隊グループの将校として、朝鮮戦争に従軍。その後は、特殊作戦担当国防長官補代理、第6特殊部隊グループ司令官、在ソ連アメリカ大使館の駐在部官、CIA の長官付き副官、DIA 長官などを歴任し、1977年に退役。 リチャード・ジェイ・メドウス少佐と並ぶ、米特殊作戦会の伝説的人物、デルタ・フォース創設を支持した人物の一人で、デルタ専用狙撃機銃の設計に関与、第二次大戦中、レンジャー隊員として、太平洋戦線で日本軍と戦い、戦後は第77特殊部隊グループの将校として、ラオスでの秘密作戦に従事。その後、 第8特殊部隊グループの初代司令官を経て、ベトナム戦争でマクブソックの地上研究グループ部長を1970年に行われた損体捕虜収容初期収作戦では任務指揮官を務めた。1973年に退役。1979年、アメリカのコンピュータ会社 EDS の幹部2名がイランのテヘラン支社で不当に逮捕され、 巨額の保釈金を要求された際、当時の EDS 会長ロスペローから救出作戦を依頼され、見事成功させた。この出来事の一部始終は、健法レッド著の、わしの翼に乗ってという小説として書かれている。1979年5月21日、心筋拘束のため没。なお、US ソカームには、特殊作戦コミュニティに大きく寄与した人物に与えられる。 栄誉賞として彼の名を冠したブルシモンズアワードがある。現在、ノースカロライナ州フォートブラック基地には彼の銅像が立っているデルタフォース創設を支持した人物の一人でベキス大佐の旧友。1977年当時、第10特殊部隊グループ司令官を務めていた。彼はベキス大佐がデルタ新隊員の人材探しに苦労しているのを知ると部下達に エキス大佐のやろうとしていることは、我々のやろうとしていることよりも、はるかに重要である。従って、デルタに挑戦したいと思うものは遠慮なく、申し出るように。私は、そのような熱心な人間を支援するつもりだと、言い放った。1978年に退役。なお、1993年から1997年の間、13代目統合参謀本部議長を務めた。 ジョン・ MD ・シャリー・コシュビリー陸軍大将は彼の弟である。これは室内への突入を考慮したものである。ちなみに海軍特殊部隊シールズの最低作戦行動人数は二人一組となっている。バグダディ九州作戦知りながら米軍撤収、トランプ大統領の戦略に強い疑問。デイリー新潮。2019年10月29日閲覧。24。 トゥエンティフォーマイナス二十八週後、狙撃班が登場。ザユニット米軍国飛部隊スリーキングス、ダイハードに、デルタフォースシリーズ、ブラックホークダウン第十五レンジャー連隊と共に、モガディシュの島一で戦闘を行う。ボーダーライン、キャットシットワンゴルゴ十三ジャガンは月輪に飛ぶ、ブラックラグーン、闇のイージス、ヨルムンレームが元デルタフォース所属で、ソマリア内戦闘。 湾岸戦争に従軍していた経歴を持つ、デセプションポイント、フルメタルパニック、真夜中のデッドリミット、ザ・デー・ビフォー・ミッドナイト、レインボー・シックス、アルマに拡張パック、オペレーション・アロヘッドにて実装される、会 EAR、コール・オブ・デュー・ティモダン・ウォーフェア3主人公、フロストが所属しており、ロシア軍との第三次世界大戦を戦い抜く、 コンフリクトデルタ湾岸戦争1991コンフリクトデルタ2湾岸戦争1991スペシャルフォースデルタフォースマーセナリーズメタルギアシリーズレインボーシックス、オペレーション GHOST ゴーストスカットレイジングストームありがとうございます